The Bible, Malachi, chapter 4, writes as follows. For, behold, the day comes that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly, shall be stubble, and the day that comes shall burn them up, says the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. But unto you that fear my name shall the Son of righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. 旧約聖書最後の書と言われているのがマラキ書です。その中には次のようにあります。万軍の主は言われる。見よ、炉のように燃える火が来る。その時すべて高ぶる者と悪を行う者とは藁のようになる。その来る日は彼らを焼き尽くして根も枝も残さない。しかし我が名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒す力を備えている。あなた方は牛舎から出る子牛のように外に出て飛び跳ねるであろうと。広瀬林浜松セリージャパン。第7級に入り、木星が火星と並ぶとき、平和が惑星を導くだろう。そして愛が星々を指導するであろう。そのときアクエリアスの時代の夜明けとなる。アクエリアスの時代、アクエリアス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 。広瀬林、浜松セリージャパン。2010年8月8日、2つのクロップサークルが英国のウィルトシャーに現れました。1つはピューセイの白い馬付近で、もう一つはサントン橋の近くです。サントン橋の近くに現れたクロップサークルについて、ロス・ホルコムは、ピューセイのクロップサークルが現れた直後、その近くの農夫が草を刈って自分で作ったと報告しています。が、そんなことはありえません。完成度そのものが違います。ここで注意していただきたいことは、2010年の8月8日、8月8日という数字です。この8、8という数字が、これから解く巨大な謎の謎解きの鍵となりました。2つのクロップサークルをご覧いただきます。これが8月8日にサントン橋の近くに現れたクロップサークルです。そしてその少し前、白い馬の付近に現れたク
クロップサークルです。これらの二つのクロップサークルは何を意味するかということになります。で、林博士がその謎解きに挑戦してみました。こうしたクロップサークルを見るときはですね、その完成度に注意してください。人間がいたずらで作ったクロップサークルも多々ありますが、完成度がまるで違います。それはともかくも、2010年の8月8日、8月8日に同じ3トンで、もう一つ別のクロップサークルが現れていました。それがこの中央下のクロップサークルです。大変雑な作りという感じがします。で、私もこのクロップサークルについては注目していませんでした。このクロップサークルに注意してください。これは人間が作ったものなのでしょうか？それともなのでしょうか？もう一度しっかりとこのクロップサークルをご覧になってください。一見雑なようですね。そして他のクロップサークルと違って、まあ、かなり荒っぽい作り方がしてあります。クロップサークルの中でも大変珍しいと言いますか、例外的な形ということになります。が、このクロップサークルに注目した人がいました。名前はわかりませんけども、その方が書いておられるブログです。このブログの中にそのクロップサークルが出てきます。このブログそのものはですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの、レオナルド・ダ・ヴィンチの予言について書かれたものです。そのブログの中に先に紹介しました3トンのクロップサークルが紹介されていました。左の写真がそうです。そして右が、太陽の近くで撮られた実際の写真です。で、このクロップサークルの右下に描かれているのがですね、まあ、この方によれば、Horns of Bull、すなわち、お牛の角というわけです。で、右の写真と比較してみてください。赤い部分が太陽ということになります。そして、その中央の赤い部分がお牛の角、そして右上が地球の大きさほどもある UFO ということになっています。地球の大きさと同じぐらいの UFO というふうに判断されています。その写真の中にお牛の角というものが描かれているということですね。そして同じものが左のクロップサークルの、まあ、右下にも描かれていたということになります。左のクロップサークルは2010年の8月8日、そして右の写真が撮られたのがそれから2年後の6月30日ということになります。で、この方の解釈によればですね、大変わかりにくい英文ですけども、そのまま直訳すると、ダ・ヴィンチのお牛の角、お牛座のお牛は角イコール延期の代名詞を死から火を守る。火というのは太陽を指す。と。つまり、ダ・ヴィンチはお牛の角が延期イコールプロメテウスを死から守る。と書いているというのです。下はダ・ヴィンチが書き残した文章です。そこにはこうあります。強力なお牛の獰猛な角が絶え間ない恐ろしい風から夜中に使われる光を守る。角のあるフリダヌスからのそれは風から人間を守り、私たちを安全に保つ。で、この方は、風というのは太陽風のことであると解釈しておられるようです。
レオナルド・ダ・ヴィンチも予言的な言葉を断片的ではありますが、数多く残しています。ノストラダムスとよく比較されます。で、もう一度このクロップサークルに話を戻します。2010年の8月8日、8月8日に、まあ同時に3つのクロップサークルが現れたということになります。そして先のブロックを書いている人はですね、その中の一つに注目し、それは太陽風のことではないかと考えておられるということです。で、その内容は何かということですね。そこでもう一度この8月8日という数字に注意してください。8です。この数字がこのクロップサークルの謎を解く鍵となりました。サントンに現れたクロップサークルです。その少し前にもう一つクロップサークルが現れています。同じ日に現れています。で、これらクロップサークルは何かということなんですね。そして同じ日に同じサントンで先ほど紹介しましたあのクロップサークルが現れています。まあ、これら二つのクロップサークルはご覧になっての通り大変完成度が高いということになりますが、もう一つのクロップサークルは一見すると雑と言いますか、まあ荒っぽい作り方のクロップサークルのようにも見えます。中央下のクロップサークルをもう一度見てください。そして確かに右下にはいわゆるお牛の角らしきものが描かれています。お牛の角というのは言うまでもなく延期、つまりプロメテウスの代名詞ということになります。お牛の角イコールプロメテウス、延期の代名詞ということになります。右下のこの奇妙な形をお牛の角と見ると、ではどのように解釈したらよいかということになりますが、その前に8の謎をしっかりと解いておきたいと思います。続く動画をどうかご覧になってください。Someday the star Betelgeuse will run out of fuel, collapse under its own weight, and then rebound in a spectacular supernova explosion. Someday, but probably not soon. Not soon, but when? いつかベテルギウスは燃え尽き、その重量で崩壊し、そしてその重量に耐えかね、超新星爆発する。いつか爆発する。今すぐというわけではないが、爆発する。が、その時は、いつか。広島市浜松セリージャパン。クロップサークルです。いたずら説もありますが、本物か、いたずらかは見ればわかります。完成度がまるで違います。今までいくつかのクロップサークルについて検証してきました。今日は皆さんを UK のオールトンへ案内します。2008年の8月8日、UK のウィルシャー州のオールトンのミルクヒルの近くに数字の8の字の形をしたクロップサークルが現れました。場所はエイブ・ベディの真南 180.00-1。距離は 5.8 キロのところです。上がエイブ・ベディです。そして 5.8 キロのところにそのクロップサークルが現れました。8月8日。2008年の8月8日のことでした。これがそのクロップサークルです。数字の8の形をしています。そしてこの
クロップサークルは2008年の8月8日に発見されています。そして長さは800フィートです。約244メートルです。ここで888という数字が並びます。そしてクロップサークルの形も8という数字の形をしています。まさに8尽くしのクロップサークルということになります。8ですね。これは偶然なのでしょうか？それとも何かの意図を持ってこのような8に揃えられたのでしょうか？では、オリオン座のベテルギウスに話をつなげます。オリオン座です。このオリオン座の左上のところにベテルギウスがあります。今、赤丸で示したところです。天空で9番目に明るい星と言われています。ベテルギウスです。もう一枚、こんな実際の写真が手に入りました。左下がベテルギウスです。そして、こんな写真も手に入りました。中央にベテルギウスが見えます。そして、8の字の形をした星雲に囲まれています。これも実際の写真です。で、これはベテルギウスの空想創造図です。表面がボコボコしているということですね。これも空想創造図です。全体に8の字の形をした星雲に包まれているのがわかります。天空で9番目に明るい星とここに書かれています。このベテルギウスは太陽の直径比にして1000倍、体積比にして1億倍あります。1億倍です。左下にちょっと見えるのが太陽です。その左側にあるのがベテルギウスです。まあ巨大な星ということになります。この星が今まさに爆発しようとしている。ということですね。で、もう一度実際の写真を見ていただきますが、このベテルギウスの写真に注意してください。8の字をしています。そして中央にベテルギウスが表現って言いますか、写真に撮られています。で、このベテルギウスが爆発すると、太陽は2つになると言われています。まあ、明るくても満月程度、昼間でも見られるようになるそうです。まあ、こうした想像図がいろいろと描かれています。まさに、二つの太陽ということになります。で、ここで、そのベテルギウスと、UK のオルトンのミルクヒルの近くに現れたクロップサークルと比較していただきます。左がクロップサークルです。右が実際のベテルギウスの写真です。二つの丸で構成されています。注意深くご覧ください。ここが今日の重要なポイントということになります。そして中央に円形があり、その中心に星が描かれています。そして周りの星雲もよく見ますと、ボコボコボコとした感じで、まあ、このような形で表現されてもおかしくないということになります。で、私、林博士は、左のクロップサークルはベテルギウスを表現したものだと判断しました。違いがないという点で、左のクロップサークルはベテルギウスを表したものだと私は判断しました。が、こんな恐ろしい話もあります。マラキです。旧約聖書のマラキ書によれば、アルマゲドンの時、つまり人間が最初にして最後の審判を受ける、その最後の審判の時には、二つの太陽が現れるというのです。一つは普通の太陽、もう一つは正義の太陽ということになります。そしてあのノストラダムスも二つの太陽という言葉を使っています。ノストラダムスです。その中にこう書いてあります。二つの太陽が空に現れ、と。そしてローマ法王はローマから逃げ去ると。そのように書いてあるということですね。そしてゾラスター教でもイスラム教でもアルマゲドン、すなわち最後の審判の時には二つの太陽が現れると説いています。
これがフランス語の原文ですけども、この中にもやはり二つの太陽という言葉が出てきます。Two suns appearing。二つの太陽が現れるというわけです。大きな犬は一晩中吠え続けると。まあそのように書いてあります。つまり、ノストラダムスも二つの太陽という言葉を知っていたということになります。で、アルマゲドンについてはいろいろと解釈されています。これは一応、キリスト教側のですね、アルマゲドンの解釈ということになります。まあこうしたことが起きるかどうか私にはわかりませんけれども、聖書の中にはそのように書かれているということですね。まあそれをどう解釈するかは皆さんの問題かと思います。そして、言うまでもなく1500年後のイエスの操り人形であったミケランジェロも、やはりそのような絵を描いています。そして、ここに祭壇のすぐ前に、このような不気味な絵が描いてあります。まさに地獄で苦しむ人間の様子ということになるのでしょうか。で、クロップサークルを検証してみます。右が、これが実際のベテルギウスの写真です。左がクロップサークルの絵です。二つの大きな円で構成されています。そして中央に小さな円が描かれています。実際のベテルギウスもそのようになっています。もう一度確認してください。同じだということですね。そして中央に円が描かれています。つまり左のクロップサークルは私はベテルギウスを表現したものだと判断しました。まあ、違いがないという点で同じと私は判断しました。そして直径も描かれてますね。直径に当たる部分も描かれています。で、この中心にあるのがベテルギウスということになります。で、このベテルギウスは、いわゆるミルクヒルの近くでですね、オールトンのミルクヒルの近くで現れた。2008年の8月8日、長さは800フィート。形は8の字をしている。8888、尽くしってことになります。ここに何か意味があるのではないかと、私、林博士は考えました。長さは800フィートです。すべて8で統一されています。8で統一されています。では、この8は何を意味するかということになります。なぜ、この8月20日に、8日にですね、エイリアンはこのようなクロップサークルを描いたかということになります。で、私はいつものようにこの丸の数を数えてみました。10個です。次の10個です。そして次の10個です。次の10個で残りが4個です。合計で44個となります。44、すなわち4たす4は8のいわゆる非数学です。8が隠し込まれていました。そして全体として8の字の形をしています。で、私はですね、これが書かれたのが2008年、そしてその44年後というふうに解釈しました。あくまでも私の推論です。仮説です。まあ、このような形で、まあ、このクロップサークルは2008年から44年後にベテルギウスの大爆発が起きると、まあ、私たち人間に警告しているのではないかと解釈しました。中央に描かれているのがベテルギウスです。あくまでも林博士の推論イコール仮説です。まあそのように私は今のところですね、そのように解釈したということになります。で、ベテルギウスが爆発する。2052年の8月8日ということになります。が、皆さん、どうか心配なさないでくださいね。ベテルギウスが爆発しても人間には影響はありません。壮大な天空ショーで終わります。話を元に戻します。8の意味は皆さんにも分かっていただけたと思います。そしてこのクロップサークルが2008年の8月8日に現れています。そして中央がですね、実際のベテルギウスの写真です。
宇宙望遠鏡で捉えたベテルギウスの写真ということになります。そして右がその2年後の2010年の8月8日に現れたクロップサークルです。そして3番目のこのクロップサークルですね。もう一度皆さんに紹介します。一見すると雑なようで、そして、まあ、他のクロップサークルとは完成度が違うようにも見えますが、しかしこのクロップサークルには別の謎が隠されていたというわけです。この右下のクロップサークルの右下には、どうやらいわゆるお牛の角らしきものが描かれているというわけですね。お牛の角イコール延期ということになります。プロメテウスということになります。まあ、これをですね、お牛の角と言い切るには少し、まあ、難しい点もありますけども、同じようなものがですね、それからさらに2年後に太陽の近くで実際に撮影されています。その写真の中央部に描かれていますが、写真に撮られたのがお牛の角というわけです。そして右上は、地球ほども大きい UFO ということになります。惑星級のUFO ということになります。まあ、巨大な UFO ということになるわけですね。そうしたものが太陽の近くで写真に撮られていたというわけです。もう一度、ここが重要ですから、皆さんと一緒におさらいしておきたいと思います。2010年8月8日にですね、2つのクロップサークルが現れました。今皆さんにご覧いただいているのがその中の一つということになります。まあそれについてはいろいろ言われていますけども、まあこのブログの中でもですね、人間が作ったはずがないというふうに言い切っています。そして2008年、その2年前に左のクロップサークルが現れていた。そしてその形はベテルギウスと一致している。そしてその2年後の2010年にこのようなクロップサークルが、まあ、3つ現れたということになります。そして、右下のクロップサークルには、お牛の角らしきものが描かれていた。そして、お牛の角というのは、言うまでもなく、プロメテウス、延期の代名詞である。そして、その内容についてですね、まあ、どうやら、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが、予言的な言葉を残していたということになります。で、左が2008年8月、8月8日のクロップサークルです。もう一度確認してください。皆さん自身の目で確認してください。つまり、右がベテルギウスの写真ということになれば、左のクロップサークルはベテルギウスを表したものだと私、林浩司は考えています。で、結論ということになります。先のブログを書いた方の名前がわかりませんので、まあ、ブログをですね、もう一度皆さんにそのまま紹介します。ダ・ヴィンチのお牛の角、つまりお牛座のお牛は、角延期の代名詞を死から火を守る。火というのは太陽を指す。というふうに、まあ、書いてあるわけです。ダ・ヴィンチの書き残した予言の元の文章はですね、強力なお牛の獰猛な角が絶え間ない恐ろしい風から夜中に使われる光を守る。角のあるフリーダヌスからのそれは風から人間を守り、私たちを安全に保つ。ここが重要です。風から人間を守り、私たちを安全に保つと。わかりやすく言えば、人間の皆さん、何も心配しなくていいよ、というふうに解釈できるということです。繰り返します。人間の皆さん、何も心配いりませんよというふうに解釈できるというわけです。ここに書いてある強力なお牛の獰猛な角というのは、すなわち延期プロメテウスを意味します。そしてここにある風というのは、太陽風のようなシャチな風のことを言うのではなくて、ベテルギウスの爆発によって起こる爆風ということになります。その爆風が来てもですね、
何も心配はいらないよと、まあ、そのように解釈できるということになります。つまり、そのようなメッセージを延期、すなわちプロメテウス、あるいはその意思を組むマルドックが私たち人間に伝えているということになります。最後に2010年8月8日に現れた残りの2つのクロップサークルについては、その謎解きはですね、今しばらくペンディングということにさせてください。When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius.Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius. Bye for now.